K リーグポハンスティーラースが25日、ブラジルの超新 DF ラファエル・バーガーを投入し、守備力を補強すると明らかにした。今シーズン、中央 DF キム・ギョンソクの負傷で守備に問題が発生したポハンはパク・ジンソプコーチとスカウトを急遽、ブラジル現地に派遣した。ドイツ系ブラジル人のラファエル・バーガーは190センチ84キロで、 長身を生かしたヘッダー能力と対人マーク守備に優れた典型的なセンターバックだ。2017シーズン、ブラジル2部リーグビラノバで36試合に出場し、3ゴールを決めるなど攻撃への加担能力にも長けた選手として知られている。ラファエル・バーガーは来年1月3日のメディカルチェック後、4日から始めるクラブの練習に合流する予定だ。